鈴木まみとモリエルのマンガアネックス始まりました。はい、この番組は漫画の力で東日本大震災復興を行う株式会社ニコがお送りしております。はい、というわけですごい人数だよ。早いね皆さん。この視聴者を指すはすごいね。すごいですね。言いなかったけど口が回ってなかったですけど、はい、それでは自己紹介からいきましょうか。はい、皆さんこんばんは。愛が詰まったゴージャスボディ、声優役者脚本などマルチに活動させていただいている鈴木まみです。というわけでですね、はい、始まりましたよ舞台、はい、ひとひら。あ、そうでしたね。初日を抜け出して、いきなりそっから、はい、初日抜けて今出てまいりました。そうですよね。この隣の駅なんで自転車で何時からでしたっけ。7時からです。7時からパンダからどうしても来たかったんだよね。そう、もう来るしかないと思って今日は来ましたよ。さあ、そして、はい、胸はないけど愛はある声優の森谷優です。はい、姉さんがね、はい励ましのパチパチ胸に対しての、ね、胸に対して姉さんがいきなり線路入れましたけど、はい、では、いやそれはね、はい、スーツグ先生の大ファンの木崎隆です。はい、すごいよ今日はこのメンバー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやね、はい、なんですね、姉さん舞台に必死ですけども今。そうよ、はい、もう命かけてますよ。原作がね、まずは漫画の原作なんですよ。漫画原作、うん、そしてアニメにもなっていますし、うん、キャストがいい、女の子みんな可愛い、うん、男子もイケメン揃い、うん、それに加えて脚本も演出が素晴らしいってわけですからね。自画いやもうこれは来るしかないじゃないですか。はい、舞台ひとひら隣の駅でやっております。はい、さんのでございます。そしてですね、はい、宣伝するよ。どうぞ。本日情報解禁されました。じゃーん、いやワイルドハーフ再演でございます。再演、イエーイ。どこで主演者とか言ってたんだもん。そうだろう。来年1月にやりますんでぜひ来てください。脚本演出します。ねえ、はいはい、ね、長谷部選手って言ってね、はい、心を整えるよ。長谷部選手が好きってね言ってて、うん、心を整える、うん、整えるなんて、うん、はいはい、ね、そんな感じですね。まあ、皆さんはきっとね、はい、もう間違いですよ。それより早く呼んでくれと。そうですよ、早くしろと。そうだと思います。皆さん、ね、弾幕の用意をお願いします。8888ない。8888。あれをね、弾幕さん打っていただきたい。弾幕にしていただきたい。オッケー。ハサビ選手、ここってなかったから言わないで。オッケー、オッケー。早い。皆さんフライ。はい、よし、はい。それでは行きましょう。はい、皆さんお待ちのゲストです。はい、ではまずコーナー名から。はい、せーの。漫画家さんとトークッス。それでは早速ご登場いただきましょう、はい、皆さんご存知、アニメ化もされコミックス累計1200万部、第25巻が7月11日に発売予定のちはやふるの作者末次ゆき先生です。はい、さきさん出してください。出してくださいってこと。出してください。出してください。どんどんどん、ゆうとこです。え、ちょ、ま、はい、せつぐゆき先生です。ごめんちょっと待って、ごめんちょっと待って、ごめんちょっと待って。いや、せつぐゆき先生、ごめんちょっと待って、よろしくお願いします。あ、皆さん黙してくださったね。え、ちょっと待って待って待って、ごめん、せつぐ先生初めて見るよ。はい、ちょっとよくわかんない。ちょっと思ったよりみんな小さいかなって思ってるかと思うけど、ちょっと思っちゃうかもしれないけど、だって限りなくだってこれあれじゃん。スノーマルじゃん。どういうことどういうこと。はい、ちょっと待って、何。いや、あの、どうだ、実はですね、姉さん、せつぐ先生、実はすごくなんだこれ、うん、シャイな方だということですね。まあ、今までこういったトーク番組やおろか、うん、インタビューに応じられることもめったにないことなんです。え、そうなの。はい、で、今回は、うん、まあ、顔を出さないという条件で出演を OK していただいたと、うん、そうなの、いうことで音声をお届けいたします、皆さんには。え、それすごいけど ね、 でもね、部分的にはね、うん、ちゃんとね、皆さんにね、見ていただく。あ、はい、もちろんね、生で。ああ、来た先生、手が。先生、ギリギリにそこへ顔を出さないって言われるの。積極的に出てください。出てくるのこと。面白い。ちょっとずれるんですね。はい、先生、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。なるほどね。いや、もうよろしくお願いします。ここにいるのね。そう、皆さん、そうそう、すぐ隣にいるんですよ。いやめっちゃ綺麗な方ですよ。いや、本当ですよ。さあさあ、この人形ね、ブログなどでいつも登場はしてますよね。まあ、どっちかしら、普段はあれですよ、うん、ダディベアが。そうそう、あ、そうそう、今日ダディベアが来るかと思ってた。今日でまたダディベア。そうだよ、そうだよ。北海道に行って、疲れたらしくって、はい、
ちょっとうちで寝てます。そして昨日まで北海道に昨日まで北海道で連れて行ってたので働きすぎたと。じゃあ今日は寝てますに、はい、スノーマルに来てもらおうと。ああスノーマル北海道、はい、彼は行ってないですか。お留守番がこう心の傷になってるのでこちらに連れてきました。そうなんです、ね、なるほどなるほど。もうどこでも一緒にとリビアとかスノーマルとか連れて行って、うん、そうそういうわけではそういうわけではないんですけどいることも多いです。公式グッズ公式グッズなの。はい公式グッズ入ってますね。すごいノーマルちゃんとね、これこれすごい。バケツを取るか取らないかみたいな話もねしたんですよ。すごい、ね、そうかぶっちゃう、かぶせられる。しのぶちゃんお気に入りですねスノーマルは。特に欲しい、かわいい。みんな買ってね。はいはいはい、まあ、今回末次先生の登場はですね、ちはやふるの大ファンのニコの株式会社ニコ、こちら提供してます株式会社ニコの社長の福山がですね、うんうん、まあ、どうしてもと言い出して末次、うん、先生に無理やりご登場いただくこととなったんですね、実は。ちょっと福山さんはうざくなかったですか。大丈夫でした。いや正直にいいんですよ、正直に。すごいデラックスな方だなと。デラックス、はい、すごい。福山さんの人生が面白かったです。そうです。でもファンの方にとってはですね、すごく感謝されてるんですね、やっぱり樋口先生の樋口先生のこの間特別企画もやっていただいて、こいするの樋口大輔先生の番組もやったんですけども、はい、福山さんと私趣味が合うので今回も私もハッピーすごいニヤニヤ。さっきから弾けてるよね。弾けるよね。これはでも今日暑いんですよ。やばいよね、暑いんだよ。なんか暑いんですよ。いやね、ニコニコ動画とか、おお、はい、そうですね。はい、さあそれではですね、まずは、はい、漫画テレビでお送りしております株式会社ニコが行っている東北復興応援支援活動のためにですね、応援イラストボードに末次先生に生でイラストとサインを書いていただきたいなと思っております。はい。はい、みんなね、ちょっと生書き好きでしょ。さあさあ、すでにイラストボードにキャラクターの当たりをなんと書いていただいているということで、今日はどのキャラクターを書いていただけるんでしょうね。はい、ここから手元カメラ、はい、手元カメラ、おおすごい、まさか手元カメラが、はい、はい、大丈夫ですか。あ、大丈夫ですか。これ難しいです。あ、折っちゃって大丈夫じゃないですか。後ろ側に、はい、そういった感じで、はい、それでよいしょ、見えるかな皆さん。どうかな。さあ、ね、そして見えます。あ、見えますね。当たりがすでに、ちょうど当たってますね。手持ちカメラ。あ、あのまま固定で。はい。はい、さあ先生、今回のキャラクターはもちろんというか。もちろんですね。はい。どの辺を。はい、ちはやを。ちはやを書いて。ちはやを書いていただきたいと思います。もう顔映ってないからって間違いなく本物は描いてますからね。そうですよ。証明ができます。証明これからこういうこういうので証明を。筆ペン描きますか。大丈夫ですか。それが筆ペン。筆ペン先生のあから持ってきていただいた方がいいですかね。いいですかね。そうか。はい、お描きやすい。社長社長先生の筆ペン先生の社長社長をね武器使いますよ。ね、やっぱ最高の形でね、せっかくだから。そうですよ。はい。書いていただきたいですよね。先生、手を振ってっていう。今、あそこの手元カメラに。違う、それ違う。誰も求めてないから。綺麗な手ってコメントが来てます。ネイルもすごく可愛らしくて。いや素敵ですよ。社長、よくわかりました。手で。さあ。おぉすごい、これちょっと今から生で、はい、変異で押していただきたいなと思っております。はい、お願いします。はい、前段では簡単に、はい、はい、株式会社ニコについてですね、はい、株式会社ニコは各地で漫画家さんの直筆イラストボードを巡回展示しております。はい、展示イベント情報は Facebook にある株式会社ニコのページや Twitter などで順次ご紹介いたします。はい、はい、ぜひですね、皆さんももっとチャットとか Twitter、うん、とかでですね、うん、どんどん聞きたいことをつぶやいてください。うん、お願いします。はい、番組公式アカウントの@漫画_アネックスをフォローしていただきまして、うん、
番組を見ながらハッシュタグ漫画アネックス、ハッシュタグプレゼントをつけて末継先生への質問感想などをツイートしてください、はい、番組後半の投稿コーナーの投稿者とツイートしてくださった皆さんと合わせた中から、はい、あのスペシャルプレゼントが何ですって、はい、後ほどございますので、ぜひぜひですね、最後までご覧いただきたいなと思っております。そして感想や質問もお待ちしております。はい、というところでですね、どんどんちはやにペンが入っていっております。何のペンですか、何のペンでしょうね。なんかこれに使う用途は全く考えないです。すみません、いや普通のペンを、まあ、普段ペン入れは何を使ってらっ、丸ペンと G ペンで、細かいとこが丸ペンで、そうですね、結構こう動きが大きい、はい、スポーツ的な場面は G ペンでガリッと、はい、あ、感じます。そうなんだ、もうやっぱスポーツ漫画に近いですもんね、うんうん、ね、動いてるとこは最初はアナログ派、そうですね、はい、白黒の普通の原稿アナログです。カラーは、カラーは半々ぐらいですか。そうですね、はい、なんかだいたいアナログで色を塗った後に修正とか、こうちょっと色を足すとかをデジタルでやってます。カルタの札は手で書くの大変なので、すごい、それはなるほど、あれ書くの大変なので、そうですよね、枚数が枚数、うん、とこは便利になりましたね。そうですね、声が優しいね、優しいです、すごい、先生にこうされて、髪の毛サラサラで、そう、アニメ続き早く待ってますっていうところもありますね。これ難しい構造をちゃんと書いてくれてる。先生、サンマルクでネーム言ってらっしゃるんですか？はい、いろんなカフェな。なんでそんなこと知られてるんですか？もう実は顔知られてまくってるとか。そうですね。そうなんだ、はい。私は毎回先生たちに泣かされる。うん、ですね。本当だよ。セルシオールカフェで結構じゃ先生カフェね、いいですね、カフェで作業、最近は特定されることがあるので、あ、こうカフェとふんわり言うことにしてます。そう、いろんなカフェがあるけれどさ、どこかわからないけどどっかにいるっていうことに。すごいな、すごい。ここのお店でも結構ね、名前は有名な人だけど、全然知られないままこっそりネームやってる人とかいますよ。顔をね、あの出されない先生も、ね、先生がよく使う水玉のトーン可愛いです。少女漫画らしさを出そうと無理やり、うん、少女漫画らしさを出そうってやっぱ思うんですね。はい、あの、なんでしょう、可愛らしさを無理やり込めようと思ったらそういうチェックとか見せてもらう、集中線がいっぱいとかなっちゃう。少年漫画っていう感じで、話の骨格はすごく少年漫画っぽいなって思うんですけど、やっぱ影響はあるんですか？影響、あ、でもスポーツ漫画好きだったのはありますね。はい、なんかこれは好きなスポーツ漫画とかあります？そうですね、なんかやっぱこう柔道漫画とか剣道漫画に近いなって思うんですけど、柔らとか好きですね。ああ、うん、やっぱこう団体戦の感じとかが、うん、やっぱ日本の武道の感じとすごい近いなっていう、うん、なんか駅伝とかもそうですけど、団体戦とかチーム戦っていうのはまた一種独特の、そうですね、個人戦とは違う、こうドラマの、うん、責任を背負う感じがとても自分だとやれないなって思うんですけど、ね、自分だけがなけばいいってもんじゃないかなっちゃうんで、漫画家とはかなり質の世界ですよね。孤独ですもんね。あ、まあ、漫画家自分のことだけ責任持てばいいんで、はい、楽ですよね、そういう意味じゃ。そうですね、女帝にラブの風をっていう、女帝に、女帝にラブの風、そこですか？女帝結婚してらっしゃるんですか？多分普通に、なんか、なんだろう、結婚者というか、え、もうそうか、そんなところでそこでいいのか。でもやっぱ大人が魅力的なんですよね、うん、女帝を見ると本当に先生の中では、すごい綺麗な魅力的で、みんな愛してるんですね。すごいな。でも結構食いついてくださってますよ、うん、皆さん。女帝？女帝結婚してるんだとか。え？結婚？とか。そんな、そこみんな、あの、そこ知りたかったんだ。
原田先生が大好きです。あ、私も好きです。ありがとうございます。他人には思えないです。あの子、あそこまで強引になれないですけど、むしろあそこまでなりたいなって思うんですけどね。憧れ的な感じですね。あの先生が一番こう強欲で、こう何でしょう、情熱が強いんですけど、あの方が一番モデルがいるので、いるんですね。すごい現実にいるその先生の、カルタに対する情熱でこの漫画がやれてる感じ。はい、すごい。すごい。メールがいらっしゃるんですね、はい、すごいそっくりで、一目見たら分かると思う。その先生、モデルタンタ選手を知ってる方は、あ、あれっていうのは、はい、多分感じ取れる。でもカルタやってる人はみんな分かってる。あ、そう、あ、あの先生かって。すごいな。なんかもうツイッターではなんか、あ、でも名前出ちゃってる。そうですね。出ますね。なんか強欲な人が実在するのか。でもコメントで結構この先生っていう、うん、すごい出てますね、うん、みんなそれぞれ調べてね。先生、着物を描くのは大変ですかっていうの。あ、でも着物は楽しいです。楽しそうだ、はい、最初は難しかったんですけど、うん、こうコツが分かってからはこう決まれば美しいので、うん、なるほど、はい、かそこがこうジャージ立てではこう伝わりきるの優雅さが、カルタの魅力ですよね。時間を振るようんで着物に目覚める人多いんじゃないかなってすごい思いましたね。カルタやる人でもやっぱり袴着て一回やってみたいなっていう風になる人もきっといる。どんどん本音がすごい、コメントの数と視聴者のどんどん増えていってますよ。そしてもすごくこうでもカルタが題材っていうのはすごく取材が大変じゃないですか。取材は大変です。ですよね。みんなカルタの試合を一生懸命やってるんで、はい、もう邪魔でしかないんですよ、私が。もう何この人、何この雑音みたいな、もう音の割れない、はい、だからもう何でしょう、写真のシャッター音さえ邪魔なので。ああ、そうですよね。動画でずっと撮ってるから、あら息をするのもちょっとどうかと思うよ、はい、もうだから本当に読まれ始めたら動けないみたいなとこで、同じ姿勢でずっと撮ってるみたいなことに、角度が変わらず、あまりバリエーションがないです。一回座ったらそこでずっといる、固定のポジションで、はい、結構あのいろんな角度で撮りたいんですけど、やっぱり試合をしてるとこでは難しいですね。その緊張感が出てますね、やっぱり。ご自分で結構参加してみたりとかいうことはないんですか。なんか自分でこうやるのは無理だなって最初の時点で思ってしまったんです、あまりにレベルがっていうか、はい、この階段を登るのは大変。ちょっと自分で素振りしてみたりとかしないですか。それはあります。あ、ありますよ、やっぱり試合で取材で撮れない写真を一人でうちでこう動画でこうなんか脚立とかで撮りながら、この角度が欲しいんだと思って真似してやったりしたりします。ある程度やっぱ自分でやってみないと雰囲気わかんないですね。わかんないですね。で転がるとことかも結構あるんで、転がってみたい。転がって、しかもなんかこう床でやると欲しい角度が取れないので、はい、テーブル、でかいテーブルの上で一人転がって、大丈夫なんですか。それをちょっと下の角度から取りたいみたいなのが。ご自分で。孤独です。パターンでパターンでやってます。あ、違う、これ今のじゃなくて何段階かやりたい。気をつけてください。最初は特に取っかかり、取材の取っかかりが大変だったんじゃないかなとか思うんですけど。そうですね、担当さんがこう体をやっている方で、そっちにこうカルタ界のお知り合いが何人もいてくださったので、そこのつてを頼って。いやそうですね、大変そうですもん。あ、いろいろ出てますね。あ、でもちはやふるからカルタに興味持ちました。確かにそういう人すごい、はい、そうですね。今年の高校選手権見に行くわっていう方もいらっしゃいますね。全然分からなくても面白いけど、やっぱり読んでると、うん、ちょっと知りたくなるよね。うんうん、そうですね。実際にやってみた、中学校の時でも、はい、1年に1回100人一周カルタ大会っていうのが、高校の時、いや中学校、中高で体育館で全員でね、はい、
全員でやってました。百人称覚えなくて、百人称はそんなにあったんですね。そうなんです。そうありましたね。だって全校でやったら 何十セットと必要な。だってもう学校で100個覚えないといけなかったから、ここのテストみたいに先生のところに言いに行ったりしました。100個ってなかなかストイックな。いや本当にやらせる。そうなんですよ。1週間何か覚えてる10個とか。秋の田の1個目一番初めて。それだけ、それだけすごいやっぱ印象に残ってるよね、やっぱり。その記憶力が必要ってだけで俺は挫折しちゃうな。なんかでも体をやる人にとっては100枚はあいうえを知ってるぐらいなぐらい当たり前、うん、怖い、すごい、もう覚えてて当たり前な話。すごいな。やっぱなんかそういうね、極める世界っていうのはみんな上の方は超人の世界ですよね、うん、なんかスポーツとか取材してても大体そうですね。凡人にはちょっとわからん話。見えないところが見えている。でも漫画の世界も多分漫画の世界に入ってない人にとっては同じじゃないですか。あ、絵が描けるだけですごいって言われる。はい、ちはやふる読んでてこれそのまんま漫画の世界に近いなってすごい思いましたけどね。あ、ま、漫画の世界ですか。伸びていく感じとか人間関係の感じとか、このやっぱ僕もの若い頃周りに仲間がいてやっぱそれで引っ張られたことがすごくあるし、珍しくないですか、漫画を描くのに仲間がいて頑張るみたいな漫画家さん。まあ仲間がいたから頑張れたかどうかは分かんないですけど、やっぱ上手いやつが周りにいるとどんどん引っ張られます、あ、そうなん、そういうとこう漫画家友達、漫画家目指す友達がいらっしゃったんですね。そうですね。そっか、なんかとりあえず孤独だったから漫画家友達みたいな。そうなんですよ。じゃあその辺はご自分の体験が生きてるわけではないんですね。憧れはありましたね。そういう、あの、誰か一緒にこういう漫画とかを話し合える友達がいたらいいなと思いつつ孤独だったみたいな。ね、トキワ荘とかの少女漫画家とかでもこう、ね、何年組っていうんでしたっけ、あの24年組ですね。あの竹宮恵子さんとかあの辺の、はい、ね、とても仲間で伸びる人間関係っていう人多いですよね。そうですよね。今でもあるんですか。もちろん今でも漫画家さん同士は友達とかありますか、ね、やっぱある程度こう周りにいると引っ張られるからまとまって出るっていうのはあるみたいですね。同年代がバンと伸びると突然だから そこの学校のその学年はドカンって出てくる、すごいやつらが出てくるみたいな。そうですね。一人いると全然違う才能のやつでも違う才能で伸びようとするんで、うん、やる気になったりしますか、ね、自分はどこで勝負しなきゃいけないかとか見えてくると思うんですよね、うん、憧れのこう憧れの一つになる。こちらフルでもこうそれぞれの才能を生かして戦うじゃないですか、うん、そういうところが近いなと思ったんですけど、ね、考えたこともなかった。そっか、漫画家と近いですかね。ご自分の何かが生きた部分みたいなのはあんまりないんですか。でも細かいエピソードの端々にはこう友達からとか自分の両親とかが言ってた話とかいうのが出たりすることは、なんかこれは言っちゃっても大丈夫みたいな部分はないですか。だってとでも禁止するとか。そういうなんか太一がお母さんに言われる厳しい言葉とかも、うちの親戚の自分の家じゃないですけど、うちでそういうお家があって厳しいと思ったことがあって、モデルがあるんですね、はい、でもやっぱ孤独が自分の中にあったっていうのは作品と同じ。そうですね、千早みたいに友達いたらいいのに、寂しがり屋なんだけどこうみんなの持ってる趣味と同じものは持てなかったみたいなところはあるかもしれないです。話している間にすごいコメントするんだよ。どんどん、はい、コメントもたくさんですし、たくさん来てます、ね、どんどん千早も、出来上がってきております。本当だ、さあほぼいつの間にかこのなんかあのニーコの社長が、うん、この中で1番か2番目に千早が好きなのは私かもしれません、負けねえよ。まあ負けないぶりを発揮して、はい、質問いつもどうしようかな。用意してたんじゃないの。困っちゃうんですよね。いやでもこういう後でちょっといろいろまた話そうですね、いろいろところもあるんで、ちょっと深い話をいろいろ聞きたいですよね。はい、こう下の方に足立てが出ている。そうですね。足もじゃあ違うね、足のところ。あ、みんな私だ私だって。
あ今のうちにあれだよ、今日聞かないとなかなかこれっていうこと聞けないよ。運営調子に乗るなよ。言われてるぞ。怒られてるぞ。怒られてるぞ。そう、みんなが一番だよ。ああいいですね。ごめんなさい。ね、あ、はい、自分が一番だと思う人手挙げて、手挙げるってどうするんですか。あ、ノノです。あ、ノノっていうのが。そういう上矢印。はい、これ来た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 。あ、ノだノだノだ。すごい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 。ちょっとコメント欄の一覧がノばっかりになってる。俺3番目くらいって人がいる。3番目。すごい冷静。すごいコメントになっちゃったな、コメント欄。コメント欄なんだそれ。はい、の、はい、ありがとうございます。社長はね、樋口先生も好きだし、しつぶ先生も好きだし、全く。人のこと言えるのか。困る、それは。いや、好きな作品がたくさんあります。皆さん、たくさんの落ち込んでます。すごいのだね。コメントこんなにのが。見える範囲がほとんどのになった。ね、のだじゃないね。すごいね、素晴らしい。目の人もいるけどね。あえて言おう、原田先生が好きだから。わかる。すごい。わかる。すごいわかる。男が好きな人すごい多いんじゃないかな。お、先生のですか。あ、皆さんの一番好きなキャラクター聞きましょうか。あ、聞きたい聞きたい。皆さんの？皆さん、あのコメントの。コメント。はい。誰好きなの？あ、でも千早。千早さん。もらっていいかな。お、どんどん。千早先生。あいつ。かなちゃん、あ、しのぶちゃん、しのぶちゃんですね。割れてるね。そう、さつくえくん、女帝。王冠が。新た。新た、人気ですね。肉まん。肉まん来た。肉まんがいいさ。あ、いいよ。ああ、さえくん。あ、太一来た。太一、太一、太一。なかなかいいよね。肉まん。また肉まん来た。あ、でもやっぱ太一と新た多いですね。いや、そうね。村尾さん人気だな。村尾さん好きだな。私は原田先生を描いてると、なんか何もしなくてもネームが進むので、自然と覚えてる。もうなんか、あ、原田先生の試合はサクサク描ける。わあ、そうなんですね。はい。すごい。24巻が今いいところで、そうですね。その時は原田先生の試合の時は何も考えなくて、自然とどんどん原田先生なんか、こうやる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 。すごい。キャラクターが勝手に走るってやつですね。エロ。ね、漫画ってもうキャラクターが走り出したら勝ちですよね。そうですよね。なんでしょう。あれ楽ですよね。はい、そうなんですよね。なんかもう考えなくても勝手に本当動いてくれることってありますもんね。ありがたいです。そこまで行こうかというところで。おお、まさか。来ました。できましたか。すごい。行きましょうか。あ、でもまずサインが。あ、サイン。そうですね。サインぜひぜひ。日付、はい、日付、はい、どこにか、この辺とか、はい、そうですね。2014年7月2日でございます。すごい、ありがとうございます。じゃあ全然そうかじゃないですね。あ、はい、あと今までのものも、すごい。はい、今現在の全体ですね。はい。すごいね。感じとなっております。まだこれ一部出張中。あ、こっちの方。また。いや、先生の。はい、アリスト増録。こちらはアリスト増録の今井哲也さん。はい。前回ですね。そして小池玉也さんね。そして。田中豊先生です。そして今ここに清津先生の千早が仲間入りいたしました。明日ですね。申し訳ない。よいしょよいしょ。これぐらいかな？これぐらいかな？下すぎ？これぐらい？どこどこどこら辺？どこら辺？下すぎかな？ちょっと待って。これあの私たちが見てるモニターだとタイムラグがあるんで。そうなの。ね、今どれくらい？これでいい？これでいい？オッケー？ありがとう。オッケーって言われるとね、救われる気がするよ。はい、ちはやれ。はい、本当だ、確かに。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。大切にキュート。すごいよ。ありがとうございました。本当にもう。さあ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 。
はい、それではですね、はい、鈴先生にいろいろとお話を早速伺っていきたいなと思っておりますが、その前にですね、はい、実は鈴鈴先生、とある方からメッセージをいただいて、はい、あら、はい、はい、とある方、はい、それでは読ませていただきます、はい、どうぞ、スエタンへこんにちは、ヒューラです。お、今日は生放送なのね、多分テンパってると思うけど頑張ってありがとうございます。本当に色白で黒目がちな博多人形のように可愛らしいお嬢さんなんですが、その落ち着いた黒目の奥はハワワワーとテンパっている時があるのですが、多分今そんな感じだと思います。末次さんのお茶目なところを教えてくださいと聞かれたんですが、何もないところでこけたり携帯や鍵をなくしやすいのは私も同じくでしたそしてハワワワとしているとなぜか優しい人に助けられ戻ってくることも共通項。しかし千早のキャラはどの子も末田に似ています。パッと見はかなちゃんや肉まんくんのような優しい常識人ですが、実は天然天才型の千早や新もそっくりだし、クイーンや周防名人の自由さや底知れなさもすごく似ていると思います。とはいえ今スエタのことを思い浮かべてみると、なぜかスノーマルになっていましたすごい、ね、あれスノーマルが喋る回はぜひ声を当ててほしいですはい、ホタルの光でおなじみの日村悟先生からいただきました。ありがとうございます。ひら先生とはもう仲が、あ、そうですね。あのよくあの東京にいらっしゃるときは声をかけていただいて、そうなんですね。予想してたかのように本当ですね。どういうことだろう。この顔がきっと、まあほぼ、ほぼ同じです。はい。今現在あれですね、6月25日にちょうど日浦悟先生はですね、もしも神様がですね、うん、発売されましたね、コミックス、ぜひこちら気になった方もお手に取ってください。ありがとうございます、日浦先生、ありがとうございます。さあそれでは、はい、お話を聞いてまいりましょう。はい、本日のテーマはこちら、ドン、はい、少女漫画的スポコン、または青春は恋も薄いも、恋も薄いも恋愛もからくれないのもみじ色か。演出どういうことですか、はいはい、私もいまいちよくわからないぞ、ね、我々学ないからねでもあれしろ、ちはやふるってスポコン的な要素が強いし、うん、でも同時に少女漫画、ねうんうん、恋愛要素もあるし、うん、また太一とさ、うん、新たのね、うん、ちょっと三角関係の匂いとかも、ね、まあそうですね、しつつのね、うん、感じもあるじゃないですか。ありますね、うん、いかにこう小学生の子のっていう感じですよね、初めの感じ、ね、なんかねキュンキュンする感じね、はい、1、2巻ね、あの漢字の千早が、うん、なかなかこうドキドキしたりするシーンもあるんですけども、うん、恋愛っていうよりかはなんか、まあ、みんなで一緒にカルタがしたいっていうのがずっと続いていくといいなっていう感じのタイプの子だなって思うんですけども、なかなか恋愛の話にはね ならなかったよね、特に千早に関しては、うんうん、もう千早って悟空かなって思ったぐらい千早は結構少女漫画的というか少年漫画の主人公みたいな感じの千早の感じですね。カルタバカを書いたらそうなり自然と自然とやっぱりそこを両立できる器用さがないので恋愛を始めたら多分カルタが多分弱くなりそうなでも先生の中でもあのこのカルタ漫画を書こうという時にもうカルタバカの主人公にしようっていうのは、そうですね、そこはなんかま、うん、っすぐ行っちゃう主人公しか考えられない、そうなんですね、やっぱり女の子はちょっとでもこう恋愛に軸足が移るともうそっちに、まあ描き方としても恋愛がこうかなりな部分を占めちゃう、スポーツがついでになってしまう、なんか味付けとかになってしまう、それは嫌だなと思っていたので、なるほど、その結果千早はカルタにまつわる人間関係が広がっていくっていう感じの、はい、なるほどなるほど、強い相手に出会うとワクワクしてますもんね、うん、なかなかね、あ、悟空ですね、かっこいいですよね、男が見てもかっこいいですね、あの、うんうん、そうですね、先ほどからおっしゃってました、先のテイストの、まあ、うん、熱血スポコンって感じが、そうそうそう、もう本当にぴったしな漫画かなというと、うん、熱苦しくはないんですよ、決して、うん、そうだね、なんですけど、そうそうそう、なんですけどこれはスポコン、うん、私はこれは恋愛漫画とは言わずスポコンだよっていう風に進めますね、友達に、はい、で森谷なんか少年漫画とかさすごい読んでるから、はい、もうちはやふるとかさ、うん、ドンピシャなんじゃないか、そうなんですよ、だからなんかすごいドンピシャ、先生がさっきコペン入れしてくださってる間に言ったんですけど、その
いい大人たちに恵まれて、大人のことはまっすぐ主人公が受け入れて成長していくっていうのが、わかるわ、いい話だなってそれいいやつらばっかだなっていうのが、そこがすごい好きです。安心して子供でいられますそうですね、そう、キャラクターがね、みんないい人で、なんか生き生きしてて、なんかみんなこう愛すべき欠点を持ってるっていうのがすごい印象に残ってるんですけどね、いい欠点持ってるからみんな愛すべきキャラクターになってるんじゃないかとか、そういうのはなんか意識はあります。やっぱりそのギャップとか、こう100点じゃないところがみんなこう自分と近しいと思うところでもあるし、実際そのキャラクターを作る時も要素が何個もあった方がいいなと、これができるけどこれができないみたいな、これ食べられるけどこれ食べられないみたいな、全部できるよっていう、これでも一つだけ本当に絶対ダメなとこがあるとか、そういうのがないとやっぱり深みにはならないであろうなって。人間って結構こう弱点が魅力ですよね。キャラクターが多いのでその特徴がこう際立つ感じに分かりやすく差がつくようにしないとみんなが混同してしまうというところもあって、しのぶちゃん、私はスノーマルとかの T シャツを着てるところでグッてきますこの子かわいいなって一人一人人間なんだなって思えるコメントもありますね。そうそう、でも先生ってそのあのジャンプとかにあるホイッスルとか黒子のバスケとか履いてるとかいう雰囲気ですけども、ああいうなんていうんですか、要は女子にすごく受けるものとか女子萌えするあの漫画っていうのは読まれたりとか、うん、お好きだったりとかですか？そうですね、でもなんか私多分趣味が変てこ、変てこというか本当にほっといて自分で読むのは、こうイノさんとかなるほど全然違うねっていうところを好んで読んだりするの で、 いやでもあれはやっぱ求道者の話だから共通してるとこはあります。ちょっとなんだ、漫画の世界からはみ出していっている凄さがもう坂本くんが作画してる、それを思い浮かべること自体がもうちはやふるの世界と近いんだよ。いや、あの域にとても行けないという、なんでしょう、ものすごい高いエベレストを見ている感じで無理無理と思いながら見るのが快感だったりします。漫画表現の究極を彼は目指してますからね。いや本当にもうあれが同じ漫画だと思われたらあ、違う、それは申し訳ないと思って真逆の世界のものを出て読みたくなる。そうですね。はあ、なるほど、イノさんですって。やんでね、イノさん。イノさんに思うの、イノさんすごいよ。すごいよ。大変だよ、もう漫画を目指す人がみんなやめちゃうぐらい。そうそう、漫画描きがちょっともう。あ、すいません。申し訳ない。今声が揃いましたよ。すいません。本当漫画家とか。漫画家っていうの申し訳ないんだよ。同じ職業と言えない。気になった方は皆さんも、はい、見てください。もう、はい、先生が漫画家になろうと思ったきっかけとか、きっかけ、小学校の頃とか、小学校の頃から漫画をノートに書いたりは、はい、5、6年生でしてて、それはもう絵も好きだったので、その延長線上で書いてたんですけど、なんか同時に小説も、まあ、子供のなんか遊びでですけど、小説みたいなの書いて、さあどっちが好きなのかみたいな、自分はどっちが得意かなって思った時に、両方どっちで字でしかやれないことと絵でしかやれないことがあって、小説を書きながら挿絵も書いてた自分では、はい、自分もなんか分かりにくいとこ挿絵をって説明してたみたいな。でも結局漫画の方が多分より好きだったとか得意だったのかもしれない。でもずっとそれ先生ってデビューは高校2年ぐらいで、高校は少女漫画家ってすごい早い人が結構いるんですよね。もう普通でしたよ、その頃。15歳の方とかもいたし、少年漫画家だとほぼいないレベルですよね。少年漫画ではないですかね、まあ、ちょっと少年漫画の方が遅いんですよね。なんか慣れたけど、そこから先はあのネームが通らないみたいな。すごくいっぱい書きたい方だったので、投稿は勝手にできるじゃないですか。別に何作しか書いちゃいけないっていうこうのもなかったから、
毎月書いてたみたいな感じなんです。毎月書いてたのにデビューしたら書いちゃいけないというか、そこから先に行けなくなったので苦しくって、じゃあ受験勉強しようかなと思って、そうなんですか、受験勉強したんですか、まあ、そう、ちょっとやめるというか、ネーム通らないので大学生になって考えようってなって、また大学生になって19ぐらいからちょっと軌道に乗り始めたと、書かせてもらえるようになったので。なんで、ちっちゃい頃あれずっと百人一首で遊んでたりとかしたんですか。小学校の頃好きだったんですけど、好きなのが私一人で、だから誰も相手をしてくれない、寂しい。そうなんだ本当にお好きだったんですね。なんか寂しいけど誰も相手をしてくれないので、こう覚えて試合というものを正月ぐらいはしてみたいなと思いつつ、誰も本当にしてくれない。じゃあやっぱ一人でカルタをやる気持ちみたいなのは、しんぐちゃんとかなんでしょうね。そこもあそこまでなんかストイックになれなかった。ああそう、しんぐちゃんは私には漫画があったらそっちに行っちゃったんです。漫画あります、一人漫画道を歩き始めたんですけど、ちはやほるの連載を始めようと思ったのは、だからカルタを書こうと思ったの、先生自身がカルタ書きたくなったみたいな。連載を何の連載をするかなって、7年前、もう7、8年前とかに、担当さんと話してる時に、担当の編集さんが講談社に入った頃からの夢があると、いつか誰かにカルタ漫画を描いてもらいたいと思ってて、末塚さんどうですかって言われて、私高校の時にカルタクラブだったんですね、すごい、2年間ぐらいやってて、カルタ好きだったので、じゃあやってみますって。なんか運命的ですね、それなんかやれる気がしたやれる気がすると思って、はすごい、もう出来上がったものを見てしまったら、ものすごいこれもう漫画向けの題材だなって思えるんですけど、最初にやる始めるときはそう思えなかったじゃないですか。誰も求めてないと思いながらですよね。これは誰にもこうなんていう、誰のストライクゾーンにも入らない、始めていいのかなって思いながら、でもそこでうまく見せてるっていうのは、まずやっぱキャラクターの魅力をしっかり描いてるところですよね。でも最初にカルタの魅力から入ろうとしたら多分失敗してると思うんですけど、一人一人のキャラクターがちゃんと生きてるところを描いて、彼らがのめり込むのが何かっていう時にカルタだったっていう風に描かれてるんで、みんなこう引き込まれるわけですよね。皆さん多分百人一首を一個や二個知ってるじゃないですか、はい、もう覚えてなくてもなんか聞いたことあるそういう小中学校の土壌みたいなのが多分味方してくれる部分も、日本人のなんか心のなんかがくすぐられる感じはあります。全く知らない国のゲームとかじゃないから、そうですね、確かにね、入りやすいは入りやすいです、ちょっと知ってるけど知らないことが大半だっていうのってちょっと興味を持ってもらえたのかなと思います。担当さんはずっと同じ方が担当、そうですね、途中で産休とかで担当さんが2年ぐらい産休に入られたりはしたんですけど、じゃあ基本的にもずっと同じ方、それはいいですね、それは同じ担当だと、とてもこう作品に統一性ができてやりやすいですよね。そうですね学校でヒップホップとかやるよりもカルタさせてほしい。ああ、日本の文化です。確かにね。そうだよね。カルタ協会が困るくらいにカルタをやる方が増えた。すごい貢献。やっぱり初心者の方がやっぱ増えたので、初心者の大会がいっぱいいっぱいだって、そもそもカルタが足りないよってなって、なるほど、セットが足りない、畳が足りないよってなっていて、こう申し込みを早い物勝ちにしたりとか、すごい、漫画ってそういう力がありますよね。でもありがたい、日本中にテニスがね、の広がったのもやっぱエースを狙いがあったからだし、ずっとボクシング漫画が根付いてるのは明日のジョーがあったからだしで、このままだからまたこうカルタ漫画も誰か引き継いでくれる人がいればいいですよね。一つのジャンルになったら新しいジャンル、少年漫画で描く人とかがいてもいいかもしれないですよね。また違う、もっと特別な技が出てきそうな必殺技とかね、もうだんだん超人漫画消えたり燃えたりするといいと思います燃えたと思ったら燃えたりすごい、ね、稲妻とか出たらいいそれ俺の鳥だみたいな、すごい、なんか2メートル以上飛んだらダメとかいうルールが出たり新しいですね、それ新しい、いやー、
結構時間が詰まってきて、はい、ね、行っちゃいましょう。何どこここ、はい、ここ行っちゃいましょうか。あれここ読めって今、はい、担当が、あれですか、あれですか、はい、うん、はい、なんかよくあれですね、うん、ジャンプとかでは、うん、いや10周で打ち切りと戦うみたいなのが、うん、そうそうそう、なんかね、アンケート市場主義的なよく聞くんですけどね、だからなんかこう結構おいしい部分を取っとくと、もう連載が終わっちゃうから、うん、先にバーって出して、少女漫画っていうのはそういうのは、ね、どうなんですか、いやでもやっぱ人気との戦いの部分はきっとあって、うん、そのバランスは大事ですね、山場がたびたびあった方がきっといい、うん、いいんでしょうけど、あまりもうついてこれる人だけついてきれと思って書いてある、うん、もうダメならしょうがないから、うん、もうちゃんとやらせてもらおうと思って。人気は最初からあったんですか？いや全然、すごい半年に1回ぐらい、はい、この間は良かったです、2位でしたみたいな、すごい、うん、すごいですねそれは、そのぐらいあの雑誌的にはそんなに、うーん、悪い時もやっぱ最初はあったって感じかな、悪い時は編集さん教え、そうね、心根さしたり、スポーツ漫画ってやっぱ最初が難しいんですよね、最初にその気持ちに入ってもらうまでがどうしても時間かかっちゃうんで、うん、それだから本当はスポーツ漫画の場合は多めに最初見てもらわないと厳しいんだけど、なんかやっぱり最初から強いとおかしいのに、はい、最初から強くないと見てて楽しくないみたいな、最初から強いと強さのインフレがすぐ起こっちゃうんで、うんうんうん、そこがだからキャラクターの魅力をちゃんと書かないとダメって言ったさっきのところに繋がるわけですけどね、僕は失敗してそれに気づきました、そうか、難しいんですね、小学校の話から始まるじゃないですか、うん、はい、ね、そのちょっと思い出とかを深くさせるためにみたいな、そうですね、雑誌が結構30代の、うん、結構年齢層は広いんですけども、うん、大人の女性が読む雑誌だったので、うんうん、逆に高校生の恋愛から始めるよりも、うんうん、子供時代からこう親しみを持ってもらった方がきっとこの子たちあらどうなるの応援したいわってきっとなってくれるので、はい、若者の恋愛は勝手にしてってなるじゃないですか、うん、そう、それも雑誌によっての特徴ですよね、そうですね、確かに、うん、そう、僕ちょっと一つ聞きたかったんですけど、はい、やっぱカルタ漫画としてルールとか分かんなくても面白いようにやっぱ意識して書かれてますか、はい、そうですね、ほとんど分から実際ほとんどの人は分からないと思うんですけど、それでもやっぱり面白いように書かれてるじゃないですか、これはやっぱ意識してるんですか、いやでもまあ字がいっぱいだときっと読み飛ばせてもいるだろうなっていう、逆に字がいっぱいなところをとか体に詳しい人はそこが大事と思って、うん、札をよく見て、あ、ここに間違いがあるとかいう指摘をしてくださる人も見て、あ、ストーリーを全然見てない見てなくて、札が正しいかどうかだけをチェックしてくれる人もいて、それはそれで、ありがたいです、うん、また別の楽しみ方ですよね、そうですね、気が抜けないですね、両方、両極端なことがあるので、まあ、難しいですけど、細かくね、やってるんだね、映画の大手とかね、もう光の子とかね、うん、あるのもうルール分からなくても面白いですもんね、そうですね、私も光の子を見てても流れだなって、これが本当に素晴らしいなと思うんですけど、そうですよね、競技カルタってさ、ちょっとマニアックというかルールがすごい、うん、説明とかがすごい難しそうで、うん、そうですね、絵で表現するのか、なんとなく分かるけどみたいな、表現するのって難しくないですか、絵で表現する、どっちが優勢なのかとかが分かりやすいようにとか、うん、とかこのその抑揚っていうんですか、試合の流れのどっちが今攻めつこう押してて、どっちがはやまいと思ってるかとかがの、そっちを楽しむっていうのはみんなにしてほしいので、うんうん、なるほど、だからしかし心情がこう試合中も、ね、描かれて、やっぱり人の気持ちがどう動くかとか、試合のこの札がどう動くかよりそっちの方が大事なので、いろんな方に楽しんでいただければ、そうすごいよね。すごいです。運命線とか、いろいろね、すごいね。カルタ分からなくても面白いです。すごいすごいですね。運命に甘せで。まだ2号が運命線多すぎ。これ漫画だからね。その方が面白いでしょ。でも勝負ので一番多いのがその一枚さんの運命線なんですって。実際に多いですね。実際一番多い。そうなんです。はい。充実だそうです。とかあの試合を見てるとしょっちゅうあります。うーん。実際に選手の方言われちゃいますもんね。この運命性ないよっていう運命性もしなかったら。
まあ、ボクシング漫画とかだとね、漫画ほど逆転 KO はないけどね。ないんですかね、やっぱり。まあ、あることはありますけどね。だからたまにしか見れないからボクシング漫画見に行くんですよね。そのたまの感動を。逆転。え、ダメだと思ったら逆転したっていうのは。はい。だからもうすっごい逆転劇があるとそれは伝説の試合になるんで。じゃあ本当たまにしかないから。はい。だから僕森川先生と会うと、あの試合良かったねみたいな話をしますからね。みんな同じもの見てるんですね。あの時のあの試合、あ、僕も行きましたみたいな。もうそこ土みたいな熱いマニアックトークが。はい。あれこそ本当に命かけてる感じ、ね。そうですね。でもやっぱ実際に命かけてなくてもやっぱ同じ気持ちは同じなんじゃないですかね。やっぱ漫画読んでてそれすごく思いますね。それでは話は少し変わるんですが、はいはいはい、この「ちはやふる」2008年の連載開始から人気ある漫画作品というだけではないです、うん、はい、いろいろな反応がございます、はい、アニメ化されたのは皆さんもちろんご存知のことだと思います、はい、ざっとまあこんな感じですね。ちょうど評価バーンと出るかなと思います。はい、2009年第2回漫画大賞受賞、2009年この漫画がすごい女編3位、2010年この漫画がすごい女編第1位、2011年第35回講談社漫画賞少女部門受賞、2012年第16回手塚治虫文化賞漫画大賞最終候補作、そしてタイアップイベントといたしまして2012年京阪石山坂本線にてラッピング電車が運行されました。ラッピング電車っていうのはすごい、ね、すごい目立ちますよ。すごいすごい、なんかあのドーンと思って山がいっぱいののどかない中をすごい派手な電車が、すごいっていうぐらいのが派手ですか。あった人がいらっしゃる。あれすごい目立ちますよね。いらっしゃる方もありがとうございます。なんかお客さんの中にいますよ。お客さんでくださってる方の中でもいらっしゃるのか。あれ知らなかったら本当に違和感満載のおおってなりましたね。おおってなります。あ、でも乗ったって方多いですよ。よかったんす。はい。もうなんかずっと今でも運行してくださってる。いや、行きたかったけど。あ、でも今でも運行してらっしゃるんですか。多分なんか不定期ですけど、たまに走ってる。たまに出会うサラリーマンの気持ちを思うと。大丈夫なのかと。なかなか考えないですね。うん、あ、でも可愛かったっていう。2回乗りに行きました、東京から。東京から。東京から。ありがとうございます。もうすごいな。そうですね。地元の方ぜひぜひ。ありがとうございます。すごい。はい。はい。さあさあさあ。はい。はい。全部探しましたか。はい。はい。じゃあ次行きましょうか。はい。ちはやふるはですね、うん、小学校編、高校1年生編、うん、高校2年生編と続いているわけなんですけども、うん、結構こうダイナミックに、うん、登場人物が入れ替わりますよね、うんうん、なんかその小学校の頃だと例えばヒョロ君とかと仲が良くて一緒にカルタやってるっていうのが、うん、高校生になって一気に疎遠になっているとか、うん、そういうのが結構ダイナミックに行われているというか、どんどん登場キャラクターも増えてきますし、うん、ああいうのは、うん、先生の中でなんかこう考えがあるというか、リアルに近づくために大会というか、大会ごとにやっぱり今までと同じメンバーとしか当たらないとかだとつまらないじゃないですか。うん、なるほどなるほど。毎回なんか変な人来たみたいな。はい、あ、多いですね。これ変な人っていうのがポイントなんですね。変な人、もう体強い人みんな変態だっていうことになっちゃって、本当に申し訳ない。今のクイーンとかもう明治とか素晴らしい人なんですけど、本当あの漫画のイメージを持ってあのそのトップ選手を見られると本当申し訳ないんですけど、あの変な方がちょっと漫画は楽しいそうですね。でも個性的な方がやっぱりなんか極める人ってやっぱみんなどっか変だと思うんですよ。すいません、せっかくフォローしたの。変な人しかいねえ。漫画家であってね、大体みんな変なやつですからね。そうですね。あ、ここは同意してもらえた。個性的な方があの、うん、多いですからね。はい、確かにね。今後のなんかこう漫画家さんによっては、うん、もう完結までもうすでに考えて、考えながら書いてらっしゃるって方もいらっしゃるんですけど、先生はそういうのは最後までの道筋はもうだい、うん、まあ、もうだいぶ決まってて、そこを、まあ、どんな演出で描くかっていう感じですね。またキャラクター勝手に走っちゃうかもしれない。そうですね。それはしょうがないよね。その方が面白いですもんね。原田先生が暴れるかもしれない。暴れるかもしれない。
そうですね、主役の座が危ないかもしれない、そうそう、ぜひですね、あの4月11日に、はい、来週ですね、ちょっと来週出ますよ、はい、出ますね、コミックス新刊が、はい、あの出るということで、はい、その内容というか、それ以降の連載とか、まあ、今後どういった進展があるかっていうのが、まあ、秘密であれば秘密という形でも、はい、なんかなんとなくぼんやり、こんな感じかな、あの25巻こんな感じになってますよ、うんうん、みたいな、なんか25巻はまだこう、はい、24巻までやってた名人戦の続きが、はい、って感じなんですけど、そこから先がもう私が最初からもう大変だ大変だ大変だと思いながら、あーでもここまで行っちゃったからもう書くんだなっていうところに、あーなんだそれ、怖い、もうわー、なんかめっちゃ期待します、ここで終われないので進むしかないんだなって思って、怖いそれ、すごいすごい、ちょっと根性据えて書かねばならないとこまで来てしまった、怖いよ怖いな、深く聞いたらダメなのかなと、これも来週楽しみにするし、聞きたいけど聞きたくないよね、25巻はとりあえず皆さんですね、うん、コミックス派の方は、いやいや、もうだって24巻であそこで終わりって もう楽しみでしょうがないよね、その段階でね、楽しみですよ、もう24巻ですごくいいところで終わってる、うん、そう、自分は演出が、うん、そのなんかその決断みたいなところのヒントっていう、ね、ヒント聞いてくれみたいな感じで来たんですけど、いや私聞きたくない、ちょっと今耳に伝えとこうかと思った、聞きたくないな、怖いもん、なんか怖いもんね、皆さんもね怖いですよね、うん、これはネタバラシすんじゃねえよ言うんじゃねえよ、まだ読んでねえんだよマジで読んでるんだよ楽しみにしてます、これやっぱ漫画をね楽しみでいくことが一番いいかなと思います、さあそれではですね、ここでユーザーさんから質問いくつか伺っていきたいと思います、はい、はい、アネーム風緑さんからですね、はい、ありがとうございます、はい、皆さん末継ゆき先生こんばんは、こんばんは、正直自分は末継先生のことはちはやふるで知り好きになったにわかのファンですが、ちはやふるが本当に好きで、みんなの一生懸命さに触発されたり、その綺麗な描写に目を奪われたりしています、読み切りであったクーベルチュールもやっぱり一生懸命で真面目で、だから思わずクスッと笑ってしまい面白かったです。ちはやふるでの恋愛面での質問です。恋愛面ではだいぶ進展があって、これからますます面白くなりそうで、すでにストーリーとしてちはやの結ばれる相手など決まっていそうですが、それは今回秘密、もしくはイニシャルトークで話せる範囲で教えてほしいです。イニシャルトーク、さあイニシャル分かっちゃうじゃん、聞きたくないよ、聞きたくないよ、そして本来は先日ベストカップル総選挙を実施していましたが、先生の中でのベストカップルは誰と誰ですか、うんうん、まだこんな組み合わせも面白そうと思うカップルは、またこれから新しい作品を描くとしたらどんなものを描いてみたいですか、末継先生の書く、作品ならカルタ以外のテーマでも一生懸命で好きになれそうな気がします、これからも番組も末継先生も応援しています、よろしくお願いしますという質問いただきました、はい、先生、うん、はい、そうだね、これはね、あのこっちから言うとこれはね秘密だね、なんだよ、だってイニシャルトークを分かっちゃうんじゃないですか、だからコメントだってそこは聞きたくないそうだよね、イニシャルもね分かっちゃいますもんね、これはね、それはね、ね、だから、まあ、じゃあ次の時に伺いましょう、先生の中でのベストカップルは、ベストカップル、ベストカップルですか、はい、この間なんかヤフーさんの方でベストカップル総選挙とかやってもらって、はい、なんか千早と新田、千早と太一みたいなのが、あ、まあ、1位2位を争っていたんですけど、はい、それは置いといて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 、私はつくえくんとかなちゃんを描きたかったです、あのほのぼのな2人を描きたかったなと思って、先生の中でベストカップルは、そうですね、つくえくんとかなちゃん、うん、なんか見てて和みます、つくえくんへの愛を感じますキャラクター愛なんか肉まんくんも好きなんですけど、はい、彼はなんかほっといても幸せそうだからなんか美味しいものを一緒に書いてあげようって喜びますじゃあ先生が思う、あのこの組み合わせ面白そうと思うカップルとかいますか、カップルっていうか、まあ、組み合わせですね、うん、この二人は面白い組み合わせだな、スオさんと、はい、あのしのぶちゃんを描いてるのが楽しい、あ、不思議な二人を、あの噛み合ってないような二人を描くのはだから楽しいです好きですね、なんとさあさあ
それではですね、ここであの、はいはい、ご覧いただいている皆さんにもですね、ぜひあのベストカップルのアンケートを取りたいなと思っております。この動画はアンケート機能があるんですよね。そうそうですね、はい、候補は大ファンだと中身のないことを、はい、どういうこと？あ、そういうことね、大ファンだっつってるってことね、はい、ニコの福山社長と、はい、あともう何、森山あげたの？私森山があげました。はい、はいはい、うん、はいはいですね、ではではアンケートを取っていきたいと思っております。はい、はい、今回の候補は次の7つでございます。7つ、はい、あなたが考えるちはやふるのベストカップルは、うん、わすごいこれ、1太一とちはや、2新たとちはや、3先生のお世話と言っていたつくえくんと大江さん、まあ、かなちゃんですね、はい、4すお名人とちはや、5原田先生とちはや、6須藤さんと桜沢先生、うん、それわかんないですね。しのぶちゃんと新たですね、新たしのぶちゃん、なんでこう須藤さんと桜沢先生これ社長ですよね、これ社長やね、社長やね、私5ですね。五だよね。間違いないね。五だね。いいっすよ。押せばいいの、これ。はい、これ皆さんあの画面上パチッとクリックしていただけると、投票できる機能となっておりますので、何人も ずっとカルタして終わりそうじゃないですか。カルタ先生たち流行っても。いやー、皆さんでもいろいろ。ちょっとこれ緊張するね、これ。ね、あれね、私ヒョロ君とあの、あの肉まん君のお姉ちゃんなんか、うわー、これネタ票多すぎた、ネタ票多い、多いよね、これ。でも選べないよね、私がこうやって、さあ、ちょっと皆さんカチッとねしていただけたらいいな、はい、これどうよ、どうでしょう。辛いアンケートやめてくれよ。辛いな、ごめんな。辛いよな。ダディメアとスノーマルで。スノーマルいますもんね、ちゃんと。あ、奥さんがね。はい、ワイフが、私のワイフが、そう。ガチで断る、あの原田先生がします。これ怖いな。泣くかもしれない。そんな感じ、怖いね。さあ、どうでしょう。ここら辺でそろそろアンケート、これは見てる人がなんかボタンを、そうなんです、画面上カチッとこういう風に押すんですよ。じゃあそれは不正が行われることがないないです、ね、試しにじゃあ5番押してみますね、はい、先生はやっぱりつけくんとかなちゃんですか、うん、こっち押しておきましょう、はい、こんな感じで、あの、今すごい集計中ですよっていうの出ております。怖い、はい、さあではアンケート締め切りましょうか。あと5秒で締め切ります。はい、5、4、3、2、1、はい、締め切りました。怖い。さあ実際ね、はい、どういう結果になったのかっていうのを今反映していただきたいと思います。出た。うわ、新さんどっち早が一番かな。そうきますか。みんな真面目に答えたね。やはりそうきますか。意外とみんなネタに走らなかったね。あ、いやでも原田先生3位ですよ。いや、それはでも、真面目に言ってそうなる人結構いるでしょ。いや、一番新たと千早ですね。そして第一千早、原田先生と千早。すごいな。新たとしのぶちゃんも入ってますね。うわ、すごい名人と千早。2.3% 入ってるから。やりとり好きなんですけどね。うわー、すごいこれ。そうなんだ。ああ、大将すみれちゃんも好きってことですね。読み込む。はい。というわけで、はい。はい。さあ、まあこのアンケートは特に深い意味はないアンケートなので、皆さんね、そんな泣かないで。大丈夫さ、軽い気持ちで聞こうと思ってごめんなさい。えぐられたとか言ってね、ちょっと苦しいもんね、なんか。ね、勝敗が結果が見えてしまう。目に見えちゃったですね。またちょっと自分に似た人にこうね、自分でこう投影して思うでしょうね。新たと違う。はい、というわけでですね、漫画家さんとトークスでした。はい。手が。はい。次のコーナーに先生にお付き合いいただきます。はい、せーの、アレックス国民アンケート。
ました。はい、漫画にまつわるあらゆることを皆さんに聞いていきたいと思います。はい、はい、今回のテーマは百人一首で一番好きな句ですね。はい、それでは聞きたいと思います。はい、どうぞ。アネーム獣音楽隊さんからです。はい、百人一首で一番好きな句はセミマルのこれやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬもあふさかの席です。はい、親しい人との大阪って読むんだよ。大阪？え、大阪って読むんですか？え、バカ、私ずっと大阪だと思ってた。お前ほんとさ、ちはやふるで何を勉強してんの？難しいですよね。なんか最初の2、3文字しか読まないから。まあ、そう、あ、そうか。いや、でもさ、横柄を王兵と読んだと思って。ファンだったらちゃんとしようぜ。昔のやつ、横柄と知るも知らぬも大阪の席。はい、こちらですね。はい、どうもですね。はい、親しい人との別れ、新しい出会い、旅立ち、帰郷などなど、人との関わり合いが詰まった場所っていうのが非常に萌え。はい、いろいろと妄想してしまいます。歌としてのリズムも好きです。知るも知らぬものあたりが特に、和歌は全部で一番好きな句は百人一首じゃなくなりますが、菅原道真のこち深場、匂い起こせよ梅の花、主なしとて春な忘るなですが、というふうに来ていただいております。いや、大阪か。大阪か。私多分その中学か高校の時にその姉さんと同じようにプリントに100首バーって書いてあるのを暗記しろって言って言われて、あるよね、やっぱね、ありました。私ずっとアフサカって言って、嘘だろ、先生教えてくれるでしょ。全然なかったです。結構トラップ多いですよね。多いですね。今知れてよかったじゃって。本当だね。今知れてよかった。ちゃんと取れるよこれでね。大阪。大阪。なんで大阪？ですね。みんなわかんないんだな。私たちは好きな曲。私はあれが好きなんです。この度はぬさもとりえずたむきやんま、もみじの錦、神のまにまに。あ、まにまにまに。っていうより、響きがすごい好きなんですよ。まにまに。まにまにってなんかいいよね。あれだけは絶対取る。マニマニ、ほらみんなマニマニ、マニマニ、マニマニ、言いたくなるよね。そうなるんですよ、覚えやすいよ。コメントすげえマニマニ。マニマニ、本当だ。メニメニ違う。マニマニが。マニマニがカニカマに見えてきた。マニマニって言うとカニカマに見えちゃうから、先生が。先生、お好きな句など。最近はよく聞かれるんですけど、愛見てのって言ってますね。愛見ての。はい。一つの心に比べれば昔は物を思わざりけぬ。スラスラスラって。いや、作中でも結構よく出て、最近でよく出てくるので。じゃあまたなんでそれが、なんか両方嫌なことを知っても、うん、いいことを知っても、うん、世界がバッと変わることがあるという両方の捉え方を自分でしてて、なんか半年後にガンで死ぬよってもし言われたら、はい、帰り道真っ黒だろうなって、見えるものが全然変わるなって思ったり、ね、好きな人に好きだって言ってもらったという帰り道はもうバラ色のものがあるしっていう、その知った後と前では本当に自分の全てが変わるぐらいの変化がきっとある瞬間があるので、そういう歌だとちょっと捉えて。先生がおすすめの歌、お姉さんもあります？いや、私なんだろうな、タゴの裏、タゴの裏にかな。でも秋のタオだな、やっぱ一番最初に覚えて、一番最初に覚えさせられて、覚えやすいから好きって言われたんですか。そう、これはすごい印象に残っているぞと思って。さっきコメントでもありましたけど、かなちゃんが意味を解説してくれるのが好きだっていう。ああ、いいですね。その辺の役割分担がすごくいい感じにできてますよ。皆さん結構いろいろこれが好きですね。さあ先生、実際に百人一首セット、何セットか持ってらっしゃるんですか？そうですね、3セットぐらい持ってて、なんかちょっと種類が違う。なんか体大石天狗堂さんとか、体の札のこう生産してらっしゃるところがあるんですけど、そこがなんかちっちゃいのも作ってみたんだって言ってくれて、とか、ちっちゃいの、普通の札の半分の札のミニ札を作ってくださって、それをプレゼントしてもらったりとか、すごい豪華なの作ってみたんだって言って、こう周りが金色のやつ
これをもうプレゼントしてもらったりとか、なんかカルタ界の方おちゃめな方ばかりいますね。そうですね。多分まあ基本競技カルタで使うものの企画は決まっているので、はい、ずっと同じものを作るのは飽きるのか、ちょっと変化をさせたものを、はい、作ることがあるらしく、そういう時に。お裾分けをいただいたりしますね。いやー、はい、そのサンセットお待ちくだ、はい、はい、気になった方はぜひ、はい、カルテ屋さんに問い合わせてください、はい、お願いしますね。さあ、さてさて、はい、ではこれでいきますか。はい、さてさて、お待ちかね、はい、プレゼント予算を書いていただきたいと思います。はい、いただきたいと思います。プレゼントの応募方法は番組の最後でお知らせいたします。はい、そしてですね、はい、では先生にこちら今回、はい、今一応最新刊24巻ですね、まあ、来週発売されるんですけど25巻が、はい、この24巻にサインをしていただきたいなと思っております。カズマはい、では先生お願いします。ここから手元カメラに、はい、手元カメラに行きますかね。誰がいいですか。はい、あ、誰がいいかっていうのはちょっと皆さんコメントでもぜひ、このキャラクターがいいっていうのをダダダッと打ち込んでください。ダダダ一番に来るのが忍だってね。忍ちゃん、忍ちゃんも多いな。新たもいますね。千早太一、原田先生スノーマル太一がいい、新たがいいです。新たちゃんで忍ちゃんも多いですね。忍ちゃん先生が書いてくださっております。はい、さあですね、まあ、このプレゼントの応募方法は番組の最後でまた改めてですね、ご紹介いたしますので、皆さんね、最後まで見てください。はい、さあさあ、先生に書いていただいております。おさあ、しのぶちゃん、しのぶちゃんかーって、皆さんコメントで考えます。あ、この冷たい目あー、スノーマルが一緒にすごい、すごいすごいですよ。そうです、サカサカサカと先生が、ね、すごい書いてくださいますよ。あれ、本のしのぶちゃん、うん、どうかな、ちょうど隠れてるね、輪郭が。いやさあ、欲しいよね、すごいよ、かわいい。あ、そうですね、24巻しのぶの、うん、そうですね、しのぶちゃんの巻ですからね、うん、お前らスノーマルさんだろうって初めて聞いた。そこなんだ。先生、コミックスの紙って書きづらくないですか。うん、そうですね、あんまり書きづらいですね。あ、ダディベアもサービスですよ、皆さん。すごいよ、すごい。ちょうど今、右にちはやおうって言ってたら、ちょうどダディベアが描かれていきました。ね、しのぶちゃん嬉しそう。そう、はぁーって言ってたら、皆さん今輪郭が付け加えられたぞ。まさか、まさか、まさか、ここで肉まんとかねえよ。ねえよ、この流れで肉まんくらい。ダディベアさんだろ、ごめんなさい。はい、わあ、かわいい。すごい、すごいかわいい。サービスですよ。ヒョロ君じゃなくて、ヒョロ君もない、ヒョロ君もない。まさかの。かわいい。なんつうっすよ、表紙にあってもおかしくない、本当に。あ、すごい。左下に女帝ですね。ねえよ。入れたがるな、みんな。桜さん。桜。ここに。そして最後は原田先生。すごい。いやー、うわー、すごいよ。うわー、ケタもサカサカサだと、原田先生。宝物ですよ、これは。すごい、これはすごいですよ。さあ、今ですね、紙のツヤベタを、うん、先生が、すごいな、筆ペンでサラサラサラと。サラサラサラと。そう、すごい。いやー、素晴らしい。
はいはいはい、先生ネイル可愛いっていう、ありがとうございます。これは国会図書館で保存すべき。えこれをえプレゼントでプレゼント。いらないのプレゼント。わあすごい。うわ、はい、先生あと漫画アネックスっていうあの番組名も入れていただいてもよろしいでしょうか。すぐにカンペが、はい、ありがとうございます。バイバイ帽子。いいこれ漫画アネックスの決めですよ。ひょーすごいです。はい、うわうわこれは嬉しい、すごいやばいね。映像も、ね、はい、残ってる、残るわけだから、これも本物だってもう一生証明できる。皆さんすごいですよ。実際に今お店に来てくださってる方々、ね、お店のお客さんも、ね、すごい。こちらを1名の方にですねプレゼントいたします。プレゼント応募方法はまた番組の最後にお知らせいたします。はい、そしてですねあともう一つ、はい、漫画、テレビサポーターズクラブ、会員のプレゼントも選んでいただきたいと思います、はい、これはですね漫画テレビサポーターズクラブの会員になられた方に、なられた方全員にお送りいたしますので、うん、はい、入会の方法はまた最後にお知らせいたします、はい、そしていろいろですね、はい、何何こういった感じでいろんなグッズがあるんですけどですね、はい、うん、撮影したいなと思っております。この中で今先生に1枚引いていただいて、はい、うん、そのグッズを先生のイラストでグッズにするのって、ね、はい、グッズにしたいと思います。じゃ先生たくさんあるんですが、どれにしますか。どれにいたしますか。おーすごい、ちょっと一体どれになるかな。はい、それこちら、なんだこれは、これはなんだ、コースター。はい、こちらを先生のですね、はい、イラストで、はい、今回イラストが、うちはやふるではなくまたオリジナルでなんと書き起こしていただけるということなので、うん、書き下ろし、はい、書き下ろしです。書き下ろしでイラストを書いていただいてそれをコースさんにいたします。はい、はい、先生ありがとうございます。それではそれではですね、はい、いろいろとお時間が迫ってまいりました。はい、はい、名残惜しい、ね、名残惜しいですが、名残惜しいよ、はい、先生どうでしたでしょうか。今日も楽しかったです。本当ですか。ほぼあの、はい、私の脳みそに入らないぐらいテンパってるんですけど、忘れて行ってしまうかもしれないくらいと、え、走馬灯。やだ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 。まだ終わらないでくださいね。はい、でも楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。良かったです先生。またあのファンの方にも何か一言いただけたら。ファンの皆さん、はい、そうですね、あの丸くてすいません、あの丸くてね、丸くてあの色白ですいません、あのこれからも頑張ってあの漫画がちゃんと前に進むように頑張って描いていきますので、最後までできれば最後までこうあのこんなんなら読まないとか言わないで見守っていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、はい、それでは早振るスケッチでゆき先生でした。ありがとうございました。さあ、テンション上がったね。さあ、すごかったですね。ありがとうございました。わあ、すごいコメント数が、弾幕すごい。そんなにすぎて、見ていきたいと思います。さあ、ここからですね、告知のお時間となっております。もうちょっとお付き合いくださいね。プレゼント最後だからね、皆さん最後まで見てくださいね。はい、いつものようにアネックスを、こちらアネックスをお送りしております。漫画空間公演時点店長の深谷明先生にご登場いただきたいと思います。真ん中店長だよ。はい、どうもこんばんは、末藤ゆきです。今日はね、あの先生がお顔出しできないっていうからなるべくリアルに皆さんのために書きましたよ。リアルでこれは OK なのかさあ、では大塚先生、改めてこの漫画空間、こちらお送りする漫画空間とはどういったものなのかっていうものをぜひぜひ改めて皆さんにご紹介お願いします。あ、どうも末藤先生のファンの皆さんこんばんは。こちらはですね、あの漫画が描ける漫画喫茶ということで、普通に漫画を読みになっても結構なんですけども、あの道具とか机とかが揃っているので、ここを漫画を描きに来るということができます。で、普通ね、あの喫茶店とかでこう漫画を広げたりするのはなかなかあの人目もあるし、あの習いもしづらいですけども、
こちらはもう描くための空間なのでいくらでも長居していただいて、あの心ゆくまで漫画を描いていただけるということです。初心者の人もね大歓迎ですよね。そうです、もう初心者は初心者なりに、もういろんな人がねいろんな漫画を描いていってほしいなと思っています。ね、もう漫画の描き方を最初に教わるみたいなのもいいですよね。そうですね、あの別にあの仮じゃないですよ今なんか深い明かっこ借りてこれじゃないよ思うっすよみたいな。あ、そうですね、あの各種あの漫画講座っていうのを最近充実してまして、前からあの日曜日にはね僕のネーム講座をやってたんですけど、最近月曜日に代表とかなんだろう、あ、松田優作物語とか、はい、MBA 物語なんか書かれた高岩義弘先生、めっちゃうまいんですよね、めっちゃうまいです、のあの劇画ネーム講座とか、あの劇画アクション講座とかを始めてます。あの平日にもね各種の講座が始まりましたんで、あの皆さんあのお勉強習いに来ることもできますよということでよろしくお願いします。どこ見に座っていいかなここです眩しいとこですね興味が出た方はですね Facebook や Twitter などがありますので、はい、ぜひ漫画空間というふうに検索していただければな。 Twitter アカウントはですね、あの、はい、高円寺が簡単にあの小文字で小園寺6で小園寺6というアカウントになってますんで、で各講習あの講習のねあの講義の情報とかも流してますんで、ぜひ気楽にね遊びに来てもらえばいいですよね。本当です、世界で6番目に出るのが話ですからね。あ、それね、3番目って振ってもらったら僕6番目ですって返すのが定番ですけどね。世界ですね。あ、そうか、世界か。そのくらいと気がつかなかった、すみません。はい、こちらの漫画空間ですね、はい、東京だけではなく名古屋、大津店がございます。そちらが本店となっておりますので、興味が出た方はですね、名古屋の方もぜひぜひそちらに足を運んでいただけたらなと思っております。気軽に入っていただいていいですよ。で、僕あの帰るとこの店長机で自分の漫画描いてますんで、あの覗き込んでいただいたりとか適当にめくってね見ていただいても結構なんで、そうそうそう、ね、プロが描いてるところね生で見えますからね。まあ、あのね、そば打ち屋さん感覚で、あの実演そば打ち実演みたいな感じで漫画こう描いてます。そば打つの見るよりちょっと楽しいと思う。そばも楽しいですけどね、まあ、だんだんそばになっていくのが、まあ、でも結構、見てるうちにどんどんこう漫画が出来上がっていくっていうのも見ていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、深谷さんもちょっと達人のもんなんで、プロの僕が見てもすごいんでちょっとみんな見に来て損ないですから。石崎さんはいつも褒めてくれる。はい、そんな漫画空間公演時点店長の深谷明先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。スイーツ向きでした。違う。だからさっきスイーツの先生毛深いなって言われてた。深谷先生のせいですよ。さあさ、こちらからですね、また告知も一つだけさせていただきます。はい、サポーターズクラブの告知となっております。はい。はい、毎回お届けしていますが、株式会社ニコは東日本大震災復興を支援するイベントなどの充実のために、はい、漫画テレビのサポーターズクラブを作りました。はい、先ほど末次先生のグッズなどを来ていただくゲストの先生が描いたサイン色紙などをもとに毎月1種類から3種類の会員限定オリジナルグッズを制作いたしまして、会員の皆さんにお送りいたします。はい、会員になるためにはニコニコ .co.jp/p619/2にアクセスしていただきまして入会申込書をダウンロードしていただき、はい、記入して info@niconico.co.jp にメールで送るか、024-563-4358へファックスしていただく形となります。はい、会費は月に2000円、3ヶ月、6ヶ月、1年のコースがございます。会費を払ったことが確認できた月のグッズから毎月会員限定オリジナルグッズが届くのはもちろんのこと、6ヶ月以上の会員になっていただいた方には年末に大ビンゴ大会もございます。はい、先ほどのですね、清津先生にご選択いただきましたこちらのコースターグッズに関してもですね、7月末日までにご加入いただきましたら、こちらお送りすることできますので、はい、興味が出た方はぜひ参入してください。ぜひぜひ。はい、はい、そして、はい、7月26日土曜日にはなんとですね、はい、ホイッスルの樋口大輔先生を迎えしたイベントがございます。はい、私鈴木まみが MC を務めさせていただくことになりました。はい、イエーイ。
そう、こちらですね、サポーターズクラブ会員限定のイベントとなっております。実はですね、今週の月曜日に樋口先生をお迎えいたしまして、徳間書店の徳間フェイバリットコミックスでホイッスル発売記念暴露トークを漫画テレビで放送いたしました。はい、はい、そこでもですね、告知いたしまして、昨日朝10時から募集が開始されたんですが、なんと1時間で予約瞬殺されたということで、すでにモテインがいっぱいになってしまいました。皆さんすいません、60名分の席をご用意していたんですが、少なかったということですね、はい、福山社長も後悔してました悲しそうな顔しておりました。本当にありがとうございました、はい、ちょっと私も皆さんたちに、ね、お目にかかれるのがとても今から楽しみです、はい、私もちらっと覗きに行きたいなと思っております。はい、もうそう、自腹でじゃあ参加します。そうですね、ちゃんとお金払いますから ね、 そうやって立って、はい、あの端の方にいますから私、はい、はい、イベント予約していただいた皆さん、参加者は6月30日に発売され、コンビニを中心にアマゾンやネット書店などでも売られている徳間フェイバリットコミックスのホイッスルをぜひ持ってきてください。樋口先生がなんとサインをしてくださるそうですよ。はい、はい、それ以外にもいろいろスペシャルプレゼントを用意しているみたいです。はい、なんとですね、はい、この、徳間フェイバリットコミックス、この本もですね、あのさっきから上にねちょこちょこ出るでしょ、コメントで、あの2個の福山社長初の企画と、あら、っているということで、来た来た、全部で6巻発売されます。どれかお持ちください。はい、そして、はい、遠かったり時間が合わなかったという方もサポーターズクラブに入会していただき、事前に申し込み、ホイッスルのこれコミックスですね、はい、これあれですよね、はい、先ほどのやつですね、はい、を送っていただければ、はい、樋口先生にサインをしていただいて返送をさせていただきます。はい、その際に切手を貼った返送用封筒を同封してください。イベントの内容やサイン本について質問がある方は info@niconico.co.jp までお問い合わせください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ちょっと今上に出ましたね、こちらにお問い合わせください。はい、こちらですね、お問い合わせしてください。そう、最後お待たせいたしました、皆さん、末次先生のいち早ふるサイン本のプレゼントのお知らせでございます。ございます。はい、こちらですね、はいはい、応募方法は2つございます。漫画アネックスのツイッター公式アカウントマンガアンダーバーアネックスをフォローしていただいて、ハッシュタグ漫画アネックス、ハッシュタグプレゼントをつけて、今日の番組の感想や次回のゲストへの質問などをつぶやいていただきますか、E メールで漫画読みのドツボ、国民アンケートへの投稿、または次回のゲストへの質問と住所、名前、電話番号、アネームを書いて、アネーム、ハンドルネームですね、はい、はい、アネームを書いて info@manga-annex.com までお送りください。はい、はい、そして次回のゲスト、4月16日水曜日のゲストはなんと、なんと、うん、新たなる世界なので人気の大岩健二先生をお招きしたいと思います。次回もお楽しみにしていただけたらなと思います。アカウント名違う、あれ本当出てたのと違うかな、マンえアットマーク漫画アンダーバーアネックス、こちらですね、はい、はい、大丈夫かな、はい、はい、ではですね、はい、皆さんぜひ大岩先生次回よろしく、はい、よろしくお願いします。そうです、 NHK ようこそですね、はい、そうですね、皆さんふるってご応募していただければなと思っております。はい、さあ、アネックス漫画アネックスや漫画読みのドツボも募集しております。はい、そしてアネックス国民アンケート、次回のテーマは好きな恋愛シミュレーションゲームのキャラクター。はい、こちらの投稿を info@manga-annex.com までお願いいたします。お願いいたします。はい、姉さん何か告知などあれば。はい、はい、今絶賛公開中、公演中、今日からでございます。冒頭にも入りました、はい、いつまで、はい、原作桐原泉先生、双葉社アクションコミックス、演出脚本鈴木まみ、7月2日から7月6日まで隣の駅中野のウエストエンドスタジオでやっております。舞台ひとひら、たくさんの役者22名でやっております。まだチケットがですね、3日と4日がちょっと余ってるかなと思います。ぜひぜひ来てくださいぜひ来てください。そしてですね、再演が決まりました、ハッピーハッピードリーミング、私が主催するハッピーハッピードリーミングのボリューム7、ワイルドハーフですね、こちら再演になります。決まりました。原作浅見優子先生、演出脚本私鈴木まみがやらせていただきます。2015年1月15日から18日立公開ホールでございます。また詳細は随時ご紹介させていただきます。そして、
明日行くぜマジで来て来て明後日明後日ですね明後日ですね明後日金曜日、私がこのチャンネルでやっております鈴木まみあ違うまみねえのマンク女学院を、うん、あの本番中にもかかわらず本番抜け出してまた来ますのでぜひぜひ見てくださいはいそしてまみからは4月13日日曜日に、愛知県の、知多半島にあります中部国際空港セントレアにて私の、ライブというか、知多娘というですね声優をやっておりますそのライブが行われますのでぜひぜひ遊びに来てくださいはい、はい、5分くらい OK って言われたゆっくりしますねきっと舞台にね浅見先生も見に来るよねそうですね前回も浅見先生も入り浸りだったもんねそれぐらいもう作者も気に入る舞台だったっていういや本当にすごいありがたいことでございますぜひぜひぜひはいそしてですね先ほどまあ、サポーターズ会員になっていただくと特別なイベントがありますよということで樋口先生の今月にありますイベントのことをご紹介させていただいたんですがどんなプレゼントがあるかというとこういったこれが何て言うんでしたっけ社長色香っていう絶対に一般には出回らないものですねそれこれ徳間書店さんから特別にいただいたものでして、はい、こちらにサインなどを入れていただいて、参加者の方に抽選でプレゼントしたりとかマジですごいじゃない、ね、特別プレゼントもね社長が用意してるんですよ、うん、社長用意しといたらねきっとねいろんなもん出てくるやりてやないね社長褒めてあげてくださいね徳間書店さんがご好意でくださったものなんですけどね、ねはい、どうでしょう皆さん初めてねアネックスを見たって方も多かったんじゃないでしょうか、ね、楽しんでいただけましたでしょうか、ね、どうかなどうかな楽しんでいただけましたかねどうかなどうかあ暖かいやったぜがすごいよ社長いけないか、はいはい、社長の株が上がっちゃったなはいさあいつものようにてんこ盛りでお送りしてきました漫画アネックスでしたねはいてんこ盛りでございましたね一平頑張ってください頑張ります一平、はい、まさに今日ですからねはいよろしくお願いします。はい、楽しんでいただけたようでよかったです。はい、というわけでこの番組は株式会社ニコと漫画元気発動計画の制作でお届けいたしました。お相手は鈴木まみと、はい、守屋優斗、木崎隆でした。はい、皆さん、それではマンガネックス、また次回ありがとう。